私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日は喘息対策、抗酸化治療についてお話をします。そして抗酸化配合剤の無償配布が開始となりますので、その案内もいたします。このビデオの要旨ですが、喘息は酸化ストレスが大きな要因となっています。そして喘息の原因を解説して、抗酸化治療のデータも説明いたします。そして抗酸化配合剤の無償供与が開始になったので、そのご案内もいたします。この本は東洋経済2017年で少し古いのですが、アレルギーの特集でした。増え続ける喘息、もはや国民病ということで、2005年では約400万人の喘息患者さんがおられたんですが、2008年にはなんと800万人に増えて、そして現在では900万人以上、1000万人ぐらいおられるのではないかというようなお話もあります。もう本当に国民病と言っていいと思います。さて、その原因なのですが、私は糖尿病とその予備群ではないかと考えています。糖尿病とその予備群は日本に4000万人はいると考えられるというデータもあり、糖尿病患者はですね、喘息だけではなくてがんや認知症の発生率が高いことが分かっています。どういうことかというと、血糖値が上がると酸化ストレスが上昇するんですね。そして酸化ストレスが上がると免疫細胞にダメージが起こってバランスが崩れてアレルギーになりやすいというメカニズムです。喘息症状が発現する要因を見てみましょう。風邪、天候、ほこり、疲労、ストレス、花粉、アルコール、運動、睡眠不足、タバコということで、これは全て酸化ストレスが関連していると言ってもいいかもしれません。そしてこの花粉症なんですが、花粉症の時期には喘息発作が非常に増えるということが明らかになっています。さて、喘息の時にはどういうことが起こるかを見てみましょう。喘息が起こると気管支が細くなって粘液が出て空気が通りにくくなるということが起こります。昔はですね、年間5000人以上の方が喘息でお亡くなりになってたんですが、現在はステロイドの吸引が普及しまして、年間1500人ぐらいの死亡者数に減っています。しかしながら1500人の方が今でも亡くなる恐ろしい病気と言っていいかもしれません。ですから喘息の方はですね、強い発作が起きると死の恐怖を感じるということになります。さて、喘息と酸化ストレスの論文を見てみましょう。いくつかあるんですが、3番目の論文ですが、成人喘息と酸化ストレスマーカーというシステマティックレビューなんですが、喘息になると酸化ストレスのマーカーが上がるんだということで、喘息と酸化ストレスは密接な関係があります。そして、この4番目の論文ですが、気管支喘息における酸化ストレス、これはまるでパズルの一部のように複雑に組み合わさっているという論文です。さて、私が開発した抗酸化配合剤を2ヶ月間喘息の方に飲んでいただいたデータがあります。そして抗酸化配合剤を飲む前の発作の回数はですね、11回以上が 36%、6から10が 14%。ということなんですが、2ヶ月後に調べますと、喘息発作が起きていないが 23%、1から5回が 59% ですね。そして6から10回、11回以上の方は大幅に減っているということが明らかになります。回答ではですね、95% 以上の方が抗酸化配合剤の喘息発作に対する効果があったというふうに回答されています。喘息患者さんに私の開発した抗酸化配合剤の無償配布が開始となります。病院で喘息と診断された方が対象になりますが、該当される方はこの URL から申し込んでください。喘息発作を防ぐには酸化ストレスを下げるのが非常に重要です。炎症、酸化ストレス上昇イベントを避ける。これはイベントを避けるだけではなくって、花粉を避けたりですね、排気ガスを避けたりとかというようなことも重要だと考えます。そして禁煙、大量のお酒を飲まないことも重要です。そして肥満、糖尿病のある方は糖質制限をすると喘息がかなり改善するということが明らかになっています。十分な睡眠をとって精神的ストレスを下げるのも有効です。エビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も効果があると私は考えています。抗酸化研究室についての情報です。